はい、初心者のための音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。鍵盤ハーモニカ、各社の鍵盤ハーモニカこんなありますよっていう動画をですね、全部で5回ぐらいに分けて、アップさせていただきました。毎日1個ずつアップしてたんですけれども、そのアップしてる最中ですね、確か第3回目ですかね、紹介しました強烈のメロディピアノがですね、なんとなんと、春の新色追加ということで、なんと一気に5色も新しい色を追加してきました。もう紹介したばっかりやったのにと思ってね、すごい悔しいんですけれども、今日はその新色5色を1個ずつ紹介しようかなと思います。強烈のメロディピアノ、動画の中ではですね、お値段も比較的お安いですし、カラーパターンがいろいろあるので、おすすめできますよねという話をさせていただきました。そして今回、新しく5色追加になりました。5色なんですけども、まずはデーン、これはグリーンですね。中見てみましょう。バーン、緑です。まあ、当たり前ですね。まあ、どうですかね、個人的にはまあありかなとは思うんですが、今までのね、緑の、鍵盤ハーモニカ、全音のピアニーなんかが緑だったんですけれども、ここまで濃い緑ってないですね。よく目立つ色だと思います。まあちょっと好き嫌い分かれますかね。その次はですね、品番で言いますと P3001K/UGR という品番です。ちなみにこの緑がですね GR なんですけども、 UGR、 さあ U は何でしょうか。答えはですね、まあ、これ教室の人に聞かないと分かんないんですけども、はい、薄いグリーンです。多分 U は薄いの U ですね。そんなに安直でいいのかなと思うんですけど、はい、中見てみます。こんな感じ、いいですね。これね、薄い、本当に薄い色で、これはまあありかなと思います。先ほど出ました、全音のピアニーにちょっと似た感じの色かなという感じはします。まあ、これだったら男の子さんでも女の子さんでも持てる色かなと思いますが、もしかしたら汚れが目立つかなとちょっと懸念したりします。はい、P3001K の UGR、 薄いグリーンです。はい、その次はですね、P3001K の UBL、 U は薄いの U ですね。ということは薄いブルー、水色です。これね、結構綺麗ですよね。まあヤマハのピアニカのようにちょっと似てるのかなって感じですね。中見てみましょうか。はい、こんな感じ。本当にこれは爽やかなブルー、青空の色ですね。本当に綺麗な色です。まあさっきのこの薄いグリーンと同様に、まあ、色が薄いのでね、もしかしたらちょっと汚れが目立つのかもしれませんけれども、これはこれで本当に綺麗な色ですし、最近女の子さんでもねブルー好きな人多いですから、こういうのを好まれるんじゃないかなと思います。はい、これ UBL という色です。